セクシー女優として人気の高い桜真奈さん。本名は中山かのこといい、10年もセクシー女優として活動しています。今では作家、タレント、YouTuber としても人気が高く、彼女の名前を知らない人は少ないでしょう。今回はそんな桜真奈さんの生い立ちを紹介します。桜さんは1993年3月23日に千葉県市川市で長女として生まれました。父親はデザイナーの仕事をしていました。幼少期の桜さんはおとなしく争い事が嫌いな子供でした。その反面頑固な一面もあったようで、なぜ太陽は東から西に沈むのかを母親に聞くと、私は西から昇って東に沈むと思う、と言い張りました。また、一人遊びが好きな子供でもありました。教育熱心な家庭で育ったこともあり、小学校は受験をして河野大女子学院小学部に入学します。この頃は文章を書くのが苦手で、読書感想文などはいつも親に代筆してもらっていました。中学は河野大女子学院中学部に入学します。14歳の時偶然父親の書斎にあったセクシービデオを見てしまいます。その時桜さんは嫌な気持ちにならず、女性が自分の全てを晒し出せる仕事があるのかと知り、憧れを感じました。そして将来自分もセクシー女優になることを夢見ます。中学3年生の時、父親の不倫が原因で両親が離婚し、母親に引き取られます。そして経済的理由から奈良市の私立第七中学校に転校しました。中学を卒業後、桜さんは木更津工業専門学校に入学します。親元を離れたかったことからこの学校を選び、女子寮に入寮しました。高専時代は授業が終わるとすぐに寮に帰ってレポートをこなすか、バイトをするかのどちらかで普通の学生と同じような生活をしています。その時の口癖は微分、積分、いい気分でした。学校に近い学生と会わない落ち着いた喫茶店に行くことが趣味で、そこでいつもエビチリを食べていました。また、夏になると昔から家族全員で家では裸で過ごしていたようで、寮生活でも裸に近い格好で過ごしていました。そのため女子寮で友人から裸で唐揚げ作ったりしないでね、やけどしちゃうからと言われてしまうこともありました。18歳の誕生日が来た翌日、セクシー女優になるべく制作事務所にメールを送ります。しかし当時は受かることはないと考えていたようです。桜さんは自分の外見と内面にコンプレックスがあったようで、もしデビューするなら全身整形したいとも思っていたようです。しかし、一度裸になってさらけ出せたら人生を新しく再スタートできるのではないかとも思っていました。そして2011年11月にはイメージビデオにグラビアアイドルとして出演し、翌年にはセクシー女優としてデビューを果たします。しかし桜さんが通う木更津工業専門学校は5年生で学校の生徒の9割以上を男子が占めるため、すぐにデビューしたことがバレてしまいます。そのため学校で問題になり、職員会議にもなり、毎日のように呼び出しを食らったようです。当時は親友以外には自分ではないとごまかしていたので、卒業はできましたが、クラスメイトたちから煙たがられてしまいました。しかし学校にバレるくらい有名になれたのだからいいやと前向きに考えていたようです。また、母親にはデビューしてから報告したのですが、最初は当然反対していました。しかし桜さんに何を言っても無駄だと考え、応援することに決めたようです。デビューしてすぐに DMM.com ランキングで作品別と女優別ランキングで1位を取りました。そして SOD 大賞2012では最優秀女優賞、優秀女優賞、最優秀セル作品賞、最優秀ノンパッケージ作品賞、優秀ノンパッケージ作品賞3位、最優秀レンタル作品賞、1万本達成賞3作品の合計6冠を達成します。翌年には映画ゴッドタンキス我慢選手権ザ、ムービーに出演し、スカパー、アダルト放送大賞2013の新人女優賞フラッシュ賞を受賞しました。同年には大物芸人との密会デートがフライデーで報じられることもあり、売名目的だと批判されることもありました。しかし人気はさらに上がり、2014年にはドラマに出演したり、同じセクシー女優の一人と乙女フラペチーノというアイドルグループを結成します。
また、トヨタ自動車の車ポータルサイト画像で4回コラムを掲載しました。セクシー女優が起用されることが異例だったためネット上で大きな話題を呼びます。2015年には自身のことを綴ったエッセイを出版し、売り切れが続出するほどの人気になりました。そしてベストセラー1位を獲得し、翌年には小説最低を執筆し小説家デビューを果たします。アダルト業界に対するイメージを変えようと思い書き始めましたが、それは難しいと考え、今は見方を増やそうと考え直しました。また、小説を書いたきっかけは高専時代の親友からもらった小説がきっかけでした。そして2017年には処女作である最低が映画化され、最高峰部門のコンペティション部門にノミネートされます。桜さんは女優、作家としてだけでなくタレントとしても活動しており、バラエティ番組のレギュラーとして活動しています。10年セクシー女優として活動を続ける中で、当初感じていたコンプレックスは逆に増えたようです。しかし桜さんは社会適応能力が自分にはないと考えていたため、一つの職業を10年続けてきたことは、自分の自信になったと語っています。